6社全落ちの就活のお話を聞きたいな、はい、どうしよう、もう受けるものがないみたいな、うんうんうん、アパレルブランドの立ち上げをやったって感じです。どうもこんにちは、新代理メンバーの高橋静香です。本日はですね、はい、就活時に60社全落ちして、はい、でもその後いろいろあってケニアに移住されてケニアで起業された川野理恵さんという方にインタビューする動画になります。どん底からどういうふうに立ち上がるのかであったりとか、川野さんの魅力を伝えられる動画にしていければいいなと思っております。ということで川野さん、はい、自己紹介お願いいたします。はい、アパレルブランドのハーケニア代表の川野理恵と申します。で今アフリカのケニアに住んでいます。一歩踏み出すきっかけのっていうコンセプトをもとに、うん、アフリカ布っていう現地で親しまれている布があるんですけども、はい、それを使った商品をケニアで作って日本のお客様にお届けする、ブランドを運営してます。よろしくお願いします。川野さんの SNS であったりアハーケニアの SNS などは概要欄に貼ってありますので、そちらもぜひチェックしてみてください。はい、ということで、はい、まずはですね、60社全落ちの就活のお話を聞きたいなっていうふうに思うんですけど、はい、その時の就活の状況だったり流れっていうのを軽く教えていただいてもよろしいですか。はい、結構楽観的に見ていて、はい、数打てば当たるっていうスタンスではあったんですね、はい、そもそも大手に勤めるのが一番正解であり成功なルートだと思ってたので、はい、とにかく大手のバリバリのキャリアウーマンになりたいと思ってたんで、一般職よりも総合職を狙ってました。はい、で営業職でバリバリ働きたいみたいなのがあったので、はい、でさらに営業となると何がいいかなと思ったら MR になりたいなと思って、はい、MR を、志望して、はい、で、そこの MR 職でほぼ60社落ちたっていう感じです。はい、それは何で落ちちゃったんですか。そもそもなんか思い描いてる自分が、はい、とにかく大手のビルカツカツ鳴らすキャリアマンだったらいいなと思ってたんで、はいはい、なんか自分が何やりたいかとか、うん、何を成し遂げたいかとか、うん、なんか何ができるかっていうことは全く考えずに、とにかくぽいことを言ってればいいって、はい、で会社のビジョンとかに共感しましたって言ってればいいと、はい本当そういう風に思って受けてたけど、うん、やっぱり面接官の方だったりとか人事の方はそういう薄っぺらい私のことを多分お見通しで、うん、まあうまくいかなかったんだなっていうのは今になって思います。うん、60歳全落ちされた時の心境であったりとか、はい、そこからどう立ち直ったのかっていうのを教えていただいてもよろしいですか。そうですね、まあ60歳落ちてへこみますよね。うん、本当自分がダメな人間だったからなので、うん、友達に会うのも恥ずかしいとか、うん、会いたくないとか、うん、就活のこと聞かれたくないっていう気持ちがとってもあったなーってのを思います。周りは結構内定とかもその会話すらも覚えてないんですよ。多分話してなかったのと思う。怖くて聞けないし、うん、言えない、とにかく不安な気持ちを埋めるためにスケジュールを埋めようって感じですね。うん、はい、落ちたけど、うん、落ちた分だけもう一回受ければいいんだ他の会社みたいな感じになってて、結果60社なんですよね。なるほど。はい、どん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 やっぱ落ちていくとへこんだと同時に、逆に今になって思うのが、その高かったプライドっていうのが削ぎ落とされるようないい経験、挫折経験だったなっていうのをすごく思っていて、うん、弱みをさらけ出すほど、うん、自分の気持ちが軽くなるし、うん、周りも応援してくれるって気づいてからは、なんか何にプライド持ってたんだみたいな、うん、それよりもありのままの自分でいようとかいうのは結構思うようになったきっかけなので、このまま多分うまく就職してたらプライドそれこそゴリゴリ高くておつぼねみたいな人になってたなって本当思うんで、今落ちた経験があるから、うん、できない人の気持ちとか、はい、やれない人の気持ちすごくわかるんで、良、うん、かったなって思います。うん、寄り添えるようになったなっていう。はい、60社全落ちされたときどういう進路を歩んだんですか。結局介護職。介護職、はい、なんですけども、全落ちしてた頃に気づいたら一般職も終わっていて、はい、募集が二次募集三次募集とかやってるかやってないかの時だったんで、一般職に切り替えようもなくって、うん、ではどうしよう、もう受けるものがないみたいな、うんうんうん、なった時に初めてなんか自分の中で、いや本当になんかやりたいって思えるようなことなんだろうなって思ってた時に、うん、自分はその時苦手分野を克服したい意識が強かったので、はい、おじいちゃんおばあちゃん苦手だから克服しようっていうのと、あとはなんか親が介護に必要になってしまったって時に、はい、
なんか自分がちょっとでも知識があったら冷静に対応できるなって思ったら、うん、結構介護職理由あるじゃんと思って、うん、私行きたいって思える理由あるじゃんって、うん、で今までなんで行かなかったかっていうと失礼な話ですけどすごく低く見てたんですよ、うんうん、でそのプライドが許さなかったんですけど、うん、もうそもそも就活全部落ちちゃった後に改めて考えたらやっぱり自分が本当にやりたいと思うのってそういう人間らしいようなことなんじゃないかなと思って受けて、うん、だからそれが初めて自分らしく理由を言えた会社だと思います、うんうんうん、でもちろんまあ需要も大きくあったっていうのもあって、うんうん、就職そこでできたって感じです。実際どんな感じだったんですか？介護ですか、はい、めちゃくちゃ楽しかったです。でももともと仕事を楽しいって思えるタイプだと思うんですよね、うん、っていうのもあったんですけど、うん、やっぱり未知な分野だったんで、うん、結構舐めてかかっていたけど、うん、やっぱり真剣に向き合わなきゃいけない仕事だし、うん、何よりもなんか人間臭くて面白いっていう、うん、お年寄りの方が何か行動を起こすには必ず理由があってとか、はい、そういう理由を探るのが楽しいとか、うん、結局ついて、うん、すごくハッピーでしたね。楽しい、うん、面白いってなってました。じゃあなんで続けないかって話なんですけど、はい、親が何かあった時に世話ができるようにっていう目標で置いてたんですよね、うん、そしたら大体それって半年ぐらいに身についちゃうんですよ、はい、そのスキルとか、うん、今まで仕事を覚えたりとかするのが楽しいと思ってたけど、うん、ある程度できちゃった時に、はいはいはい、そこから先のステップアップの仕方がわからないっていう感じになっちゃって、うん、このままいたら私はなんかダラダラ介護やって、うん、結局その楽しいって気持ちもなくなるし、お年寄りに対しての尊敬の気持ちももしかしたら作業的になっちゃうかもしれないと思ったら、うん、そんな作業で仕事する人になりたくないって思って辞めますって1年で辞めました。もともとヒールカツカツのキラキラ OL を目指すじゃないですか、はいはい、でもその介護の現場に行くこのギャップに苦しんだりとかってなかったんですか？あります。なんか恥ずかしかったです、うん、とかはあって、うん、周りからも大きいとこ行きたいんでしょとか行くんでしょとか、うん、なんかバリバリ働きそうだよねって風に見られ方をされていたので、うん、それが介護職っていうことに対してはやっぱり引け目みたいなのを感じたりはしたし、うん、心のどこかで誇れない自分がいたっていうのはあると思うんですけど、はい、楽しいっていう自分の気持ちを伝えることが大事で、うんうん、なんかそれで向こうがあ、よかったねって思ってくれるんだったらそれでいいなっていうので、うん、結構介護最高って言ってた記憶はあります。めちゃくちゃポジティブ。そうしないと自分が押しつぶされちゃうから、はいはい、ある意味無理やり守ってるんだと思います、はい、ありがとうございます、はい。介護を辞めたと次どういう、次が教員免許取ろうと思って、はい、なんかいろいろそうで通信の大学に通ったんです、はい、で教員免許も理由は子供が苦手だから、はい、お年寄りはもう大好きになったから、はい、今度は子供わからない、うん、特にお年頃の思春期の中高生はよく何考えてるかわからないから、うん、子供に携わる仕事したいなみたいな感じで思って、はい、教員免許取ろうっていうのは思ったっていうのと、あとは辞めるときにその時の施設長に、うん、なんかやりたいことがあるんだったら辞めてもいいけど、うん、やりたいことないんだったらうちにいればいいじゃんって言ってくださったんですけど、うんうんうん、教師になりたいから学生やりますって言ったら、はい、みんな応援してくれるだろうとか、うん、手がいいというか、うん、まあ、そういったことを考えて、あ、じゃあ教師だなと思って、じゃあ教師になるに辞めますって言って辞めました、はい、え、免許取られたんですか？免許は取ったんです。あ、そうなんだ。免許を次に取って、はい、次に行ったのは教師違うなと思って、はい、一般職の事務に就くんですね、はい、でそこでやっと憧れだった丸の内 OL にはなったっていう、はい、そこはケニア全くつながらないんですけど、はい、どういうふうにケニアに、はい、ケニア移住のきっかけは今結婚している旦那さんがケニアで会社を立ち上げたから、はい、それについてきてほしいっていうので行ったっていうのが、はい、ケニアに行ったとしても仕事があるかもわからないし言葉も通じないじゃないですか、はい、その恐怖みたいなのなかったんですか？意外にこうラッキーっていう感じラッキーなったんですね、はい、でなんかアフリカっていうと相当覚悟を持って志と使命感を持った人がよしと思って行くところだと思ってたんで、はい、自分みたいな何も知識とか知恵とか経験もないような人がひょんと旦那さんについてきましたってすごく美味しいポジションだなっていう、周りの人が行きたくても行けない人いるはずなのに自分が何も願望なくてもポイって行けるってラッキーだなと思って嬉しいなと思ったのと、あとは多分なんだかんだ自分の輝ける場所みたいなのが探せなくて、20代の頃転職繰り返してて、これが私本当やりたいんだっけとか、これがずっと一生の仕事にしたいんだっけみたいなモヤモヤをずっと抱えられてたんですね。なのでなんか環境変わったら
もしかしたら自分が変われるかもしれないっていう期待もあって行きたいっていう感じになりました。でも丸の内オールに憧れてたわけじゃないですか、はい、で憧れたものになれたけどそこでも満足なかった、うん、そうなんです、はい、なのでそこで初めて気づきましたね。自分が本当になりたいものと一生向き合ってきてなかったんだなっていう、え、現実は全く違かった。現実はでも丸の内オイルになった時は仕事も裁量権結構与えてもらえるような一般職だったので、うんうんうん、とっても楽しくて他の仕事よりも飽きないし、うんうん、やっててやりがいみたいなのがあったんですけど、うんうん、周りから認められることっていうのを軸にして就職先を選んじゃったんで、うんうん、やっぱりそれだと自分と向き合わない結果が丸の内オイルだったんで、はい、なんかある程度欲は満たされたけど見えみたいな、はい、うん、だけど本当の自分は納得しないみたいな感じはありました、はい。ケニアに行くまでは、まあ、なんとなくわかるんですよ、はい、どういう経緯で起業しようと思ったんですか？何も知らないんで、うん、本当にアパレル知識も英語力もなくて、やりたいことの見つけ方として今見てる就活生に、はいはい、すごく落ちぶれてどん底だったとしても這い上がれる社会だと思うんですよね、うんうん、